だから僕は村山さんにはの監督やってる間は絶対ユニフォーム脱がないとこうと思って、あでも村山さんに向かっていこうと思って、あなるほど、それ僕のエネルギーになった、あ、はいはい、こう上に上げざるを得ない成績を残さなきゃ絶対上げてくれないから、そしたらもうそれは今でも真由美だとかあの木戸とか平田がその時の状況をもう昨日会ったことのように喋ってますよくあんなこと倒されましたね、よく言ったなあ、そこで森山さんの顔つきが変わって、それでまあ出してちょっと1日出してもらったかな、それで1回あのシーズンに入って見逃しの三振したのをきっかけにもう2軍に行けって言われて、はい、あもうこのままもう終わらそうとしてるなって自分ではもう感じました。だから僕は村山さんにはの監督やってる間は絶対ユニフォーム抜かないでおこうと思って、でも村山さんに向かっていこうと思って、あなるほど、だからそれ僕のエネルギーになったの、あ、はいはい、だからあのさよならホームラン4本打ってるんですけど、はい、全部村山さんの時だけなんです。ああそうなんですか。そうなんです。さよならヒットはありますよ。さよならヒットはあるんだけど、さよならホームランは村山さんの時だけなんですよ。4本も打ってる。4本ね。だからやっぱ村山さんが打たせてくれたホームランだなと僕は思ってるんですよ。絶対やめないとこって、あの2軍に行けって言われた時も1日休憩休んで次の日に行けって言われたんですけど、もう休み取らずにその次の日から行って、それで若手のまあ先頭に立ってやってやろうと思ってね。でもう上に上げざるを得ない成績を残さなきゃ絶対上げてくれないから、やっぱり抜群な成績であの2軍のゲームをやらないといけない、そういう気持ちでやってましたから、ね、なるほど、はい、そしたら夏に上げてもらえる。なるほど。でもその村山さんがいる間は俺絶対やめないぞとかもまたプライドですよ、エネルギーですよ、エネルギー、あれエネルギーになりましたね。ただその田尾さんの今の話し方だと僕なんとなく村山さんの気持ちが分かるのは、はい、つまり村山さんってすごい正直な人で、正直です、ね、はい、若い選手を使いたい、そうなんですよ、ね、だからあの成績が出ないかもしれない、でも少しは皆さんファンの皆さん我慢してくださいというのは、はい、とても正直におっしゃった言葉だなとは思うんですよね。正直ですよ、うん、だからあのでも育てるのは僕は二軍だと思ってるんですよ。そうかやっぱりファンにお見せするのはやっぱそれなりのレベルの人たちの、うん、プレーをお見せしたい、うん、だからそのプレーヤーより超えたら若手を使うんだって、ね、だから若手だからあの優しく使ってもらえるはおかしいなと思ってるわけですよ、うん、なるほど、はい、そこはやっぱり田尾さんブレないですねやっぱりねまあ自分の立場的にも若手使ったら使ってもらえないそれもありますよね、うんうんうん、でもねその今の話聞いてて、はいはい、まあうん、僕はあの若選手ですね、うん、絶対プロの野球の実績のある人と競争させると絶対出れないですよと言うんですよ。で今の田尾さんのおっしゃったことはその、うん、絶対そのものズバリです、うん、やっぱりねその当時の田尾さんと若いのと競争仮に指すとします、うん、絶対この若い人勝てないです。あだからやっぱりあの僕らのスカウトの立場ですから、うん、やっぱりねあの選手取った選手若い選手をまずあの抜擢してもらわなきゃね、うん、よくね競争誘わと監督がねおっしゃるんで、競争させたらこの選手出れないわってちょっと思います。あ抜擢もありだと思うんですよ、うんうん、だけど抜擢してくれる若手っていうのは将来絶対レギュラーポジション取れるよと、うん、 そうだね、それぐらいのものがあるから抜擢しようか、うん、今まだ下だけど、で僕らが見てこいついくら抜擢してもレギュラー取れないなと思うやつを使うわけです、うん、あそれは納得いかない。あそうですね、それはもうおっしゃる通りですね。いやだからもう例を挙げるとまた今の立浪監督が宇野なんですよ。宇野ね、宇野バレバレの仕事 で僕ら取るときにまあ、星野さんは監督はショートで使うぞ、うん、いや監督でも、まあ、宇野選手と競争させたら絶対立浪は出れないですよ、いや宇野コンバットさせる、ああなるで、まあ、そんだけの選手だろ、ね、将来ショートでレギュラー取れる選手だろっていうから、うん、まあ、それはそうですけどあの競争させると多分勝
ってないですよって言うとやっぱ抜擢っていうかね、うん、なるほど使って結果的にはね、ああやってレギュラーで、まあ、2000本以上打つ、ね、はい、選手になったわけですから、そのやっぱ見極めですね、間違ってないですよ ね高校生で開幕スタメンですもんね、はい、うん、見極めが大事ということですね、そこの見極めですよね、なるほど、はい、ピカイチ名古屋チャンネル、阪神で、5年やりました、うん、暗黒の5年暗黒でしたか、5年中4回最下位です、あでもう1回が5位です、あ顔ぶれはいい顔ぶれはいましたけどね、またバースも最初はいたし、あと村山さんって中村勝さんで、その後そ中村勝弘さんが やられるんですけど、中村勝弘さんには僕はエネルギーをもらえなかったんですよ、なんかもう見えすぎるんですよ中村さんの考えが、あそうですか、はい、まあ、いろんなところで気を使ってやられてるな、でまあ、5月ぐらいでしたかね、あのみんなが成績良くなくて、それで僕がまあ一番最初に2軍に行ってほしいって言われた日に、あの中村さん監督にどこ行って、監督があの僕らにあんまり気を使わないでくださいと、あの自分の思ってる野球やってもらえませんかって言ってね、言ったんですよ、もう僕はいつ辞めてもいいですからって言ったんですよ、うん、で僕はそこで、まあ監督として、いや戦力として認めてる、まだ認めてるんであれば、いや下でもう一回、調整して、1打席代打の1打席でやってほしいっていうんだったら僕続けたんですけど、うん、だからあの時中村さんがそれでいいのかって言われたんですよ、ああもう僕今日辞めていいですって言って、それでもう今日辞めますって言ってしまったんですよ、はい、それであのコーチ陣にもお世話になりましたって全部言ってへ、うん、その2軍に行くって言われた日に、おでもう辞めますって言って、でもそれも中村監督の優しさですよね、うん、それでいいんか、いやいいのかは言うと、もう戦力で認めていないなって思ったわけです、僕は、ああそうなんですか、はい、いやもう今日辞めてもいいです、それでいいのかっていうことは、あ僕が戦力として見られてたらそんな言葉は出ないだろうな、そうかそうか、おい待て待て待て、ちょっと待てよと、お前の力が欲しいんだって言ってくれれば、うん、ありがとうございます、やります、なるほど、うん、でもそういうものを感じなかったので、うん、それであもうそういうふうには見てないなっていうね気持ちで、もう意欲がなくなったっていうんですかね、そんな感じになりました、うん、うん、後でね振り返ってもっとやりたかったっていうような気持ちはなかったですか、いやそう、いやそれはもうみんな多分選手はあると思いますよ、もっとやりたいっていうね、うん、うん、だけどそのあの時もう38になる年ですけど、だ次の年だと39だ39歳で何打席だけ立つんだろうな、50も立たないかもしれないなって、そのためにじゃあ自分の人生の1年間とどっち大事にするって考えちゃうんですよ、それだったらやっぱりその50打席立たないで他の人がどうせ立つんだから、うん、自分がいなくても、うん、でもっと違う人生もあるんじゃないかなとかね、うん、考えてしまうんです、なるほど、うん、だから選手を辞める時は本当にクビって言ってくれる方が楽だなと思う時あるんですよね、ほうクビって言ってくれたら嫌顔にももうやめる、うん、で自分でやめることを決めるっていうのは案外しんどい時ありますよね、あやっぱ応援してくださるファンもいますから、はいはいはい、でファンの人たちに自分からやめる、もうちょっとやってほしいって言われる、うん、やっぱりちょっと気になりますよね、うん、だからもうクビなんでしょうがないですって言えた方があっさりしてるなと、うん、あとどうですか田尾さん、その最多安打を何回も取った人ですから、はい、2000本迷宮回みたいな、そうですね、あの3年間で500本以上打ったんですよね、うん、だ3年で500だから2000本はすぐ行くなと思ってたんですけど、はい、やっぱり環境も変わって結果も残せなくなって、うん、案外後半ダメだしたからね、うん、まあでも2000本っていうのは一つの目安で、うん、そこを目指してやってるわけじゃないんで、あそうか、数字じゃないんで、うん、それもね、まあ、それはそれで自分の やれることを、まあ、やったらいいんじゃないのかなっていうね、うん、だ数字にこだわる人は絶対こだわっていいと思いますけどね、うん、僕の場合はそうでもなかったんですよね、うん、あと田尾さん
ちょっと失礼な言葉になるかもしれませんけども、はいはい、あの田尾さんって割とその読みね、はい、いい意味でそのピッチャーとの駆け引きの読み、はいはいはい、それからもう一つはそのピッチャーの癖をよく分かってて、うん、癖ね、はいはい、それで結構いい結果が出してたというふうに言われてたと思うんですけど、先発ピッチャーは、うん、まあ、なあの癖を見抜こうと思っていや、いろいろノートに書いたりしましたね。ああ、そうですか。はい、鹿島さんっていうヤクルト の、うん、あのアンダースローの左ピッチャーがいたんですよ。左ピッチャー、はいはいはい、あの人が出ると必ず使ってくれないんですよ。おう、ってことはもうベンチでずっといるわけですよね。おう、だから何にもやることないんで、まあ、左対左ってことで左対左の、まあ、変則ですから。おう、でそこで見て何か癖ないかなと思ったら見えたんですよね。カーブ、シュート、はい、全部投げ方が違うな、うん、でそれを分かって一回なんか出してもらった時に打ったんですよ、はい、そしたら鹿島さんの時も使ってくれる。おうおう、そしたらその次に来る球が大体分かるんで、そ一回ね6割ぐらい打ったかなっていう年があるんです。だからあの、まあ、その癖 100% の癖なんてほとんどないですよ、プロの、うんうんうん、だけどこうなった時にはフォークボールがないとか、うん、カーブがないとか、うん、一つの球種を削るだけで、うん、次に狙い球絞りやすいですよ、うん、でもその代打になっては癖は見てません。ああそうですか。代打の時はもう一球勝負なんで、そこはもう読みでやりますけど、あ、だでも読みだけで次のボールを判断するよりは癖が分かれば癖の方がもっと正しい確率よく当たりますから、うんうん、だからそういうものもプロだったらやるべきじゃないかなと思うんですよね。はい、チームメイトに教えてって言われませんでした？それで。いや、そうやって言う教えてあげてもわからないんですよ。あ、やっぱりそうですか。そうなんです。それ高木森さんもおっしゃってたんです。そうでしょ。同じこと。そうなんですよ。だから僕がバースに、バースも癖見抜けるんですよ。あ、そう。で、バースと僕で大体このピッチャーこうだね、このピッチャーこうだねって話してて、それでどう見ても癖のないさそうなピッチャーがいて、バースにこのピッチャーないね癖が、いやあるあるこれがこれだとか言うんですよ。で言われて見るけどわからないです。あ、うん、あ、それは田尾さんでもわからない。わからなかったですね。あ、だから結局あの自分で何かをあの見つけて、うん、自分で間違う正しくいくというと納得するんですけど、人に言われて違うボールが来たらなんだ違うじゃないかって思われるのも嫌でしょ。はいはいはい、だからそういうことを考えると案外人その癖を教えてあげるのもいいのかな、どうかなと思います。中田さん、こういうバッターがいるからピッチャー大変ですね。そうなんです。癖のあれなんですけども、うん、まあ、僕はあの当時スカウトになったばっかりの時はもうほぼ分かるんです。やっぱり ね、 ね、分かるけど、そんなプロで、まあ、勝負、あれすればいいわと、うん、気にも しなかったの。今のね、みんな癖もないんですよ。でそれとね、やっぱ振りかぶらないです。あ、もう高校生のレベルで、あ、はいはい、特に強豪チームのピッチャーはほぼセットです。そうですね。だから癖とかその出さないようにもう今教育されます。あとクイックです。あ、クイックね。これがね、できなきゃもう今それ対象になってるんですよ。あ、昔みたいに大きなゆったりしたフォームから素晴らしい球投げたら OK の時代じゃないんですよ。もうクイックできなきゃいけない、癖出しちゃいけないというのが あの選手の評価のポイントになってるんで、今のスカウトの方は大変なんで、ファーストまで常にタイム測って、タイム測って、僕ら最初当初は、あ、足速いな遅いなぐらい今の全部あるんで、もう全部評価の対象になるんで、逆にね、それでマイナスポイントのある人が結局、まあ、さっきのあれじゃないですけど、本質的にはもう見間違うケースが出てくるのもあるんですね。昔に比べるとやっぱり高校生の段階でもピッチャーのそういう部分ではすごく質が上がってるってことですか？上がってますね。それとね、今相手をリスペクトして野球する人がこの主流ですね。昔みたいに高校生でもやっぱりちょっとこの辺揺さぶるとか、うんうん、やっぱ強いチームやりましたからね、懐をえぐるとか、はい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 、厳しい球投げ、はいはい、今ねやっぱり正々堂々と四隅で勝負します。でまだそれだけのコントロール持ってるんですよね、今 の、 あの高校生で勝てるピッチャーいうのは。なるほど。甲子園の常連校とかのエースピッチャーはもう本当に綺麗球
ありますね。なるほどね、はい、我々の時代みたいにそのまあ極論で言うとまず内側に入って走る、うん、今も全部ダメですよ、走塁妨害取られますから、うん、昔はだってあの内側入って肘こうやって走るからキャッチャーから送球あたりはもうでも、 でも今全部もう守備妨害ですから。なるほど、はい、だからもうそういうふうに昔の野球と今の野球はもう質がやっぱ違いますね。なるほどね、そうなると今度読みの方が大事になってきますね。ああなるほど、うん、あのもうまあ最下位は絶対食らう能力のない監督だって言われる、うん、もうこれは覚悟ですよ、うん、もうこれはもう当然そう言われるのはしょうがない。広橋は能力があるコーチだから来てもらっただけで、うん、岩隈を取りたいために呼んだコーチじゃないぞと。ピカイチ名古屋チャンネル、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。いいね、これを見ていただいた方々に高評価をいただけたら本当に嬉しいと思います、はい、ぜひご覧ください、見てください、よろしくお願いいたします。お願いします。